ベローナの聖ペートロのジュナンドメニキーノことドメニコ、ザンピエリは正規バロックのイタリアの画家。ボローニャ派もしくはカラッチ派に属する。ドメニキーノは靴屋の息子としてボローニャに生まれた。最初、故郷でデニス・カルバルトの弟子となったが、間もなくそこを出てカラッチ兄弟のアカデミアディリ・インカミナーティに入った。1601年にはボローニャからローマに移った。 アンニーバレ・カラッチの弟子たちの中でも、フランチェスコ・アルバーニアグイド・レーニといった先輩たち、ジョバンニ・ラン・フランコといった修正のライバルたちと並ぶ、優秀な弟子の一人だった。ドメニキーノというあだ名は、その身長からつけられたものである。狩りをする女神、ディアナ・ローマ、ボルゲーゼ美術館ローマのファルネーゼ宮にある、アンニーバレ・カラッチの連作フレスコが、神々の愛の中の、 諸女と一角獣を描いたのはドメニキーノであろうと言われている。ファルネーゼ宮ではさらに、ロッチアデルジャルギーノの三枚の神話を題材にした風景画を描いた。モンシニョールジョバンニバッティスタ・アグッチと、後に、教皇グレゴリウス15世のカレーとその兄弟、ジローラモアグッチ数奇教の援助を得て、ドメニキーノは、ローマから相当遠くないヌロッタフェラータにある。 オドアルド一世が名義司教を務めるサンタマリアディグロッタ・フェッラータ大衆道院の中世の聖堂の中にあるサンティッシミ・フォンダ・通り礼拝堂の仕事を得た。さらに、ローマのサントノフリオ教会のフレスコ画やアルバーニがフレスコ画を手掛けたマッテー・グーとバッサーのディスートリノビラモデスカルキの装飾に参加した。さらにレーニと一緒に サンタンドレアギト堂とサングレゴーリオ・マーニョでのフレスコ画を描いた。サングレゴーリオ・マーニョ教会の聖アンドレのムチ打ちの仕事の時は、ドメニキーノは自らを言葉と行動で知った、激励したと噂され、それに驚いたアンニーバレは、喜びと共にこう叫んだ。親愛なるドメニキーノ、今何時は私に教えている。1609年にアンニーバレは亡くなったが、それ以降、 ローマの美術界はその弟子たちが優勢を占めた。ドメニキーノの次の仕事は、サンルイジデイ・フランチェージ教会のピレット礼拝堂のための聖セ,セシリアの生涯を描いたフレスコ画だった。さらにローマで、サン・シルベストロ・アルク・イリナーレ教会、サン・カルロ・アイ・カティナーリ教会、サンタ・マリア・イントラ・ステベレ教会、サンタ・ンドレア・デ・ダ・バルレ教会、サンタ・マリア・デ・ダ・ビットリア教会、 プラスカーティノ・ビッラ・アルドブランディーニのフレスコ画を制作した。アンニーバルとドメニキーノは数少ないバロック期ローマの風景画家で次の時代のクロード・ロランに影響を与えた。多くの人々がドメニキーノは非社交的でそのためにラン・フランコとの対立を激化させたのだろうと考えている。ドメニキーノがサン・ジロー・ラ・モデッラ・カリタ教会のオラトリオ開始のために 製品エロニムスの生体配慮を完成させた直後、ランフランコは、アゴスティーノ・カラッチの、ウルティマ・コムニョーネディさん、ジローラモの複製を配布し、ドメニキーノの絵は、褒めるべきところがまんざらなくもないものの、アゴスティーノの盗作だと言い出した。二つの絵を調べてみると、なるほどドメニキーノは、アゴスティーノの絵を細かいところまでパラフレーズしていて、盗作かどうか議論の余地はあるものの、 ドメニキーノの処理はよりシャープで、ごちゃごちゃしておらず、セイヒエロニムスの貧しい姿により、焦点を当てているということはできる。1630年、ドメニキーノは、テゾーロディサン・ジェンナーロ礼拝堂で、聖ヤヌアリウスの生涯の連作フレスコ画を描くために、ナポリに移った。しかし、ベリサリオ・コレンチオ、ホセデ・リベーラ、バッティステーロ・カラッチョー・オロラが作った俗に、 ナポリ派閥と呼ばれる集団が、ナポリの画家ではないドメニキーノを締め出すために団結して、その作品を批判し、そして傷つけた。例えば、前日描いたところが擦り落とされていることがよく、あったと言われている。連日の辛労か、もしくは噂に伝えられるように毒を盛られたのかは、わからないが、ドメニキーノは1641年に、ナポリで死んでしまった。 かなりの数の作品を残したにもかかわらず、ドメニキーノの絵のスタイルは時間と手間がかかるものだった。そのせいで、ドメニキーノは、カラッチの女子たちの間では、上とあだなされた。アンニーバーでカラッチの伝統を受けて、ドメニキーノは、同時代人たちの絵を歪めている、高貴マニエリスムとバロックをやりたい気持ちを抑え、より安定した、穏やかな表現を目指した。 ドメニキーノの弟子あるいは影響を受けたが形の中には、アンドレア・コマセ、ジョバンニ・アンジェロ・カニーニ、ジャコモ・カストロ、フランチェスコ・コッツァ、ジョバンニ・ドメニコ・チェリーニ、フランチェスコ・グリマルディ、ヴィンチェンツ・オ・マネンティ、フランチェスコ・ディ・マリア、ピエトロ・デルピー、アントニオ・バーバローンが、ジョバンニ・バッティスタル・チェリー、イル・サッソ・フェラート、ピエトロ・テスタラがいる。女と一角獣、聖セ,セバスティアヌスの受難。 天使と聖聖シリア、ありがとうございます。